特別えい行は岸和田市役所前の道路を封鎖し、市内22の町のだんじりが参加して行われました。特別えい行は去年岸和田市の市政100年を祝う事業として開催を予定していましたが、新型コロナの影響で開催できず1年越しの実現となりました。沿道にはだんじりのパレードを一目見ようと地元の人や多くの観光客が訪れていました。岸和田だんじり祭りは今月16、17日に開催されます。